皆さんこの動画は小学校3年生の社会事故や事件から町を守るの3回目の学習です。前回の学習では事故や事件を防ぐための警察署の仕事やいろいろな施設について学習しましたね。 今回は、警察や施設だけではなく、皆さんの周りにいる地域の人々の取り組みについて学習していきましょう。では、今日の目当てを確認します。今日の学習の目当ては、地域の人たちは安全を守るためにどのような取り組みをしているのだろうです。 それではまず教科書のペペーージ、123ページを開いい。てくださいまず、資料 A を見てください。毎日登下校している皆さんには見慣れた光景かもしれませんね。旗を持っている人がいますがこの人は一体何をしているのでしょうか そうですね通学中の子どもたちが事故に遭わないように見守ってくれている場面ですね次に資料「い」を見てください「子ども当番の家」という言葉を聞いたことはありますか事事故や事件に巻き込ままれてしまいそうな時 このような家に駆け込むように学校で教わっていると思います百頭番の家は事件から私たちを守ってくれる存在です百頭番の家を示すステッカーや看板が自分の通学路のどの家に貼ってあるかを確認しておくといざという時に役に立つことでしょう何かあったら 迷わず逃げ込みましょう次に資料「う」と資料「え」を見てください地域の安全会議や自治会の方がパトロールを行ってくれていますこのようにみんなで 地域の安全についての話し合いをしたり同じ服装をしてパトロールをすることで事故や事件の抑止につながっているんですねさてここまで事件や事故を防ぐための警察や地域の取り組みそれから そのための施設などを学習してきましたねそれらを踏まえて最後の学習をしましょう皆さんは自分の安全や地域の安全を守るためにどのようなことができるでしょうか自分がこれから安全を守るために実践しようと思うことを考えてみましょうそれでは動画を止めて 考えてみてください考えることができましたか例えば皆さんが普段当たり前に行っている自転車に乗るときはヘルメットをかぶることや交差点では 必ず止まるとということそれから地域の人に挨拶をすることなども自分や地域の安全を守ることにつながります警察や地域の人だけではなく私たちもみんなで地域の安全を守っていくことが大切なんですね。 それでは今日のままとめをします地域の人たちは地域の安全を守るためにいろいろな取り組みをしている私たちも自分や地域の安全を守るためにそれぞれができることをしていくことが大切ということですねそれでは 事故や事件から町を守るの単元の学習はこれでおしまいです。皆さん最後までお疲れ様でした。